はい、週3回も助かります、はい、あとの曜日は何やってんの？あ、他のアルバイト掛け持ちさせてもらってます。あ、ちなみに何関係？登録系のバイトで、日によってちょっと違う。いいね、僕もね、学生の時ね、掛け持ちしたから気持ちわかりますよ。あ、マジっすか？すっごい社会勉強になるよ。2種類、全く違うことをやるっていうのがすごいなと思う。あ、でもだいぶね、時代が違うから、今とは。時代？はい。あ、どうぞ。その昔の、うん、今、なかったようなアルバイトとかもあるんですよね。あ、まあ、まあ、相当上とかってあるやろね。いやいや、尊敬です、うん、本当に。まあ、全然そんなん、はい、掛け持ちしてるって言うと、そんなちょっと前やから。ああ、うん。いや、でもその昔の記憶を鮮明に覚えてる。あ、学生時代だよ、昔の記憶で、学生時代から。はい、はい、うん。いや、すごいです、本当に。いや、そんなちょっと前もだって。ああ、うん。何歳に見えてる？あ、いや、そんな失礼なの。ああ、ごめんごめん。はいはい。うん、はい、なるほどね。じゃあこれ入れる時間帯っていうのがもうこうフリーって書いてるけど、はい、うん、いつでも、いつでも、はい、はい、かしこまりました。じゃあ一回こっちで勝手にシフト立てちゃっていいみたいな感じだから、あ、お願いします。そう、もちろんシフト希望制でもあるから、はい、うん、今おいくつですか？ここクーラーになってるんですけど、履歴書。28です。28、はい。何か夢があってみたいな？いや、今ここで発表するほどの。で、うちのバイト、いるんよ、実は。役者志望の人もいるし、あ、うん、映像関係の映画監督目指してる子もいるし、その子はもう35とかやからね。あ、そうなんですか。そうそうそう、だからその夢の求めてて、急にシフトすいません、変更でもその柔軟に対応するから。あ、うん、いや、じゃあなんか居心地は良さそうな。僕も夢を追いかけてます。何を？あ、一応、まあ、版画を。版画？版画ってなんかこうやってするやつだよね、なんか。あ、そういうのもありますし、うん、はい、掘って、うん、あ、はい、掘って、すごいね、はい、はい、そうなんや。じゃあ、個展とかも開いて。あ、いや、ゆくゆくはそうですね、したいですけど、まだ道具揃えたぐらい。作品作りや、今じゃあいっぱい。作品作りもしていきたいですね、はい。じゃあ、いつかこう、もうやったらもう作ってるやつさ、店内に飾ってもよかったりするよ。あーと、まだちょっと道具揃えただけで、うん、はい、うんうんうん、まだ分かんなくて、まだ作って、はい。ああ、趣味やね、じゃあ、それ。うん。趣味なんですかって聞いたんじゃなくて、もし夢があればみたいなことやね。ああ、まあ、ゆくゆくはいろんなもの。うん、まだちょっと、どんな木に掘ったりか分からなくて、木、はい、公園をうろうろしてる感じです。枝しか落ちてないじゃないですか、公園って。うん、うん。はい。あ、そう、野良に生えてる木とか。あ、そうです。ああ、はいはい。ほう、はい、分かりました。はい。で、キッチンとホールがあります。はい。どちら希望ですか？ホールですかね。ホール。はい、かしこまりました。お料理は得意じゃない？ちょっとあまりやったことない。いや、全然大丈夫ですか？全然構わない、構わない。すみません、ありがとうございます。今もどっちみち本当に人足りてなくて、助かります、それは。はい。で、制服なんですけども、S、M、L がありますが、はい、M かな？ああ、まあ、L でもいい。L、はい。はい。かしこまりました。あ、全然余ってるやつで全然大丈夫です。うん、はい。でも、シュウさんもね、入れるって言うんであればすごい助かるんで、はい、本当にこのフリーはいつでもどの時間帯でも OK ってことですか？あ、どの時間でも大丈夫です。わ、それはかなり助かりますね、はい、あ、もし希望があるときは、うん、はい、全然言わせてもらいます。ああ、もちろんそれも対応できますんで、はい、はい。今で飲食店っていうのは、あ、ないんです。うん、はい。あの働いたことが、行ったことはあるんですけど。もちろんもちろん、はい、もちろん。それ大体の人があるんちゃうかな。交通手段は？走りです。はい。で、徒歩っていう解釈でいいかな。ああ、そうですね。はい、あ、すみません。走ってくるの？そうですね。結構走っちゃう。なんか歩くの早いなって言われるんです、周りに。うん。でも歩いてないです、走ってるんです僕。あ、じゃあ走ってるのは遅いんや。あ、はい、早いなって言われます、はい。あ、だから歩くのは早い、はい、結構言われますね。でも僕ね、走ってるんです。だから走ってるんが遅いん、はい、遅く走ってるん。いなんで爪切ってんの？
すみません。なんで爪切ってんの？立ち位じゃなくて。あ、いや、あの、ホールなんで。あー、はい。なんか、あの、採用されそうやったんで。清潔に、あー。はいはい。いつでも働ける。どうした方がいいんちゃうかな。あ、いや、でも、いつでも働ける状態にしっときて、今、本当に採用されそうだったんで。あ、もう採用するよ。はい、あ、よかった。ちょっと待ってください。あ、別にこっから今から働いてもらうってわけじゃないから、店舗的に言うと。あ、そんな店舗感覚で、はいはい。は進まないから、ことって。あー、はい。あの、アルバイト代振り込む、その、口座とかもいろいろ登録したりとか、はい。そのアプリ、このタイムカードアプリ、何？違うんですか？爪切ってくれって言って、ね、ああ。すいません。アプリ登録してもらったりとか、はい。いろいろせなあかんことがあって、はい。あ、どうぞ。どうぞどうぞ。あ、そうです。すいません、途中で。はい。ああ、面接の途中で。あ、ごめんなさい。爪切りの途中やった。すいません。はい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 、はい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 。じゃあ、まあ、うん、まあ、いろいろ気になる点はありますが、じゃあ、はい。はい、そうですね。はい。じゃあ、一応、その、うん、僕、版画作った上、どこにかって飾れるかだけ、ちょっとだけ。一回作品だけ見させてもらっていい？あ、まだできたら。あったら、写真あれば、それ見させてもらうけど。あ、いや、まだちょっと、うん、道具揃えてる段階で。あ、それでも趣味やもんね。あ、それ忘れてた。趣味や。だ趣味は、はい、あの、いいから。はい。あの、ほんまに役者目指してる子もいるし、映画監督目指してる子もいるから。うわぁ、いじったらおもろそうっすね。いじったらってのはどういう意味？あ、なんかこのコミュニケーション取ったらめっちゃおもろそうっす、ね。コミュニケーション取ったらいじったらってどういう意味？はい、さっきいじったらって。あ、なんかこの、ええみたいな。あ、小馬鹿にするってこと？あ、いえいえいえ。あ、そうそう。今日、じゃあ、じゃあ、問題なんだね。いや、いじったって。あ、すみません。はい。どっちかなと思って。はい。あ、あの、爪切ったら絶対言わんから。あ、はい。うん、あ、すみません。はい。じゃあ、はい。またそちらの方、メールに、送る形で、あの、で、口座とか、はい。あと、アプリを取っていただきますんで、はい。うん。そう、よろしくお願いします。わかりました。はい。はい。ワクワクします。ごめん、やっぱ不採用ですよ。ごめんね。おうん、ごめんなさい。ごめんなさい、不採用にします。すいません。何の謝罪やろ。いや、その、はい、まだ作ってないのに版画やってるって言っちゃって、そこでかかったですよね。いや、僕なんかそこ結構ちっちゃくて、大きく見せようと思って、そこちっちゃくて、はい、そこちっちゃくて、自分のことを大きく見せようと思ってしまいました。なんか大きく見えてないし、うん、全然大きく見えてないし。いや、なんかこの一昔前の人に合わせに行ってしまったっていう、一昔前じゃない、下心が見えてしまった。はい、版画とか喜んでくれはるかなみたいなのも正直ありました。何歳と思ってんの？いや、でも、それは失礼に、どうしてもあったりする。どうしても。すいません。いや、でもそんな、いや、言うてもない。60前後だって。34やん。ああ、それは息子さん。いや、僕が。すごい。いや、すごいです、本当に。いや、単純にすごいです、本当に。よいしょとかじゃなくて、単純にそんなすごいっす。そうな、何がすごいの？いや。それ逆やったらすごいよ。俺60前後で、34歳ですよね。いや、60前後で、すっごいやったらあるけど、その、実際が34で、60前後ですよね。すごい。何がすごいかが、老け具合が、初めて言われたら、でも6つしか変わらんないの。苦労されてるんだなっていう、そのいや、初めて言われて、はいはい、そうっすね、すみません。この間なんか20代に間違えられて、いやうんな、あー、はい、とこれ覚えてる、どっちか。何がですか？採用か、採用か不採用か。不採用、うん、はい、もちろん。どっちか覚えてるって、今生活サイズ聞くわけないでしょ。あー、はい、あー、すみません。なんかすみませんでした、本当に。
L って言ってなかったっけ、どっちでもいいけど。あすみませんでした、なんかご迷惑しました、めっちゃ勉強になりました、いろいろ。持って帰って、持って帰って、失礼します。ありがとうございました。